こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、質問があったので昨日今日なんですけど、ストレートノーチェイサーの、メロディーの覚え方をやっていきたいと思います。ちょうどいいなと思って、明日ドラムでこの曲に対して、いろんなアプローチをやってみようかなと思うのでやっていきたいと思います。まずはですね、トリッキーなメロディーの覚え方、こういったメロディーでシンコペーションの位置がいろいろ変わったりとか、メロディーの位置がどんどんずれてくるタイプのやつね。だからこれって結構目分量になってしまいがちなんですが、こういうのって1小節とか場合によっては2拍ずつ、もう本当に1拍とかそういった感じですねにして覚えます。なので僕も変拍子でややこしい曲の時とかは、1日1小節とかぐらいのペースで覚えたりしますね。フレーズを覚えるのね、それぐらいこう時間をかけてゆっくり覚えましょう。フレーズがどうつながってるかを理解する。特にこの曲はですね、モチーフがどんどん展開してってっていう形になってくるので、非常によくできてると思うんで、理解します。バシなのでリズムを取るときはオンなのかオフなのかって感じですね。そこも、解説していきたいと思います。それではですね、ストレートノーチェイサー、こんな、譜面ですが、これ実際、譜面をこう、分類がするとですね、一番最初に出てきたフレーズのモチーフが最後に出てくるってことですね。同じ形で出てくるので、これ非常によくできてますね。最初のこのフレーズが、ドから始まって、ドダララララっていうフレーズです。このフレーズですね。でこれが、ここから始まったり、また同じ形で出てきたりで、ここから始まって、青のとこが全く同じ形なので、でこれのちょっと変形したのが赤です。これがこのこれですね、ここのやつですね。これがに対してこのフレーズですね。このフレーズ、要はこれちょっと変形してこの音が2つ足されてる。でこういったふうにこの黄色はですね、これに音が1個足されてるだけ。青のフレーズに対してこれは1個足してある、これが2個足してあるっていうフレーズの作り方になってます。要はフレーズは変化していくけど、基本的には最初のモチーフを要は展開してるだけで、最後は同じ、小説にはまる形も同じところで出てくる。最初のフレーズが全く最後に出てくるということでよくできてますね。でこれをどうやって練習するかというとですね、普通にだから、ここまず最初に苦手な人はですね、で足の踏み方なんですけど、ワンツー、僕なんかは最初からワンツースリーフォーっていう風にやってしまう。これハイハットのちっちゃいやつね、下にあるんだけど、っていう風にやっていきますが、メロディーの場合はですね、オンでやってもいいです。ワン、ツー、スリー、フォー。で、ジャズの演奏って僕アメリカ人で全部裏拍で足踏むもんだと思ってたんですけど、ビッグバンドとかやってると、表踏んでる人と裏で感じてる人と両方同時にいるんですよ。で、質問したことあるんですね。そしたら、メロディーで横揺れでこう大きく取りたいときは、やっぱりこうレイドバックもしたいし、みたいな。だからこうリズミックに演奏するとこは裏打ちで踏むけど、メロディアスのとこは表で踏むかなみたいな感じで本人は言ってましたが、そういった形の答えが多かったと思います。だから、こう大きなメロディーで、こう、ダダラララっていうのをリズミカルにやるんだったら、だけど、ワン、ツー、スリー、フォー。こうレードバックして弾きたいんだったら裏拍でももちろんできるけど、表拍の方がより深くレードバックができるので、でメロディーを覚えるときはオンで覚えて、それから裏もできる、どっちもできた方がいいですね。時間をかけて練習します。で最初は表でやるね。じゃあワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。これもフレーズはすぐできると思うんだけど、スリー、フォー、ここまで弾くってことね。そうすると、ここの頭まで弾いたわけじゃん。ドラララ、ドラララっていうところで。で、そしたら、ここから、ドラララ。そしたら、これつなげて、ここまでのフレーズを練習していくわけですね。そうすると、こことかも、ここは一緒なんだよね。こことここは全く同じになるね。ここが、さっきの場合は、だったのがというフレーズになってるわけですよね。タララララララ、ここだけ練習して、こっちはさっきと一緒だからつなげて練習する。
ここは四裏から始まってる、ここは一裏から始まってるので四ほう。うん。これね。で、こういう風に感じて練習してもらって、そしたらこのフレーズが展開して、うんうん、トゥトゥ。ここまで練習するってことね。ここも練習する。で、全部表でいいです、最初ね。で、そしたらここのとこも、で、そしたらここの裏から始まって、四方。という風に練習して、最後はダラララは頭と一緒だからね。という風に練習して分解して練習していきます。全部表でいいです。で、できたらこれ全部足踏んで弾いてみて、それができたら今度裏拍にして演奏してみる。という具合に時間をかけて弾けるようになったやつって愛着が湧くんですね。だからやっぱ愛着湧くまでやる。ここはすごい大事ですね。だからこういう、この曲をこういう風に角度で見てみるとか、こういう風にしてみるとか、やっぱみんな変拍子にしたりとかするっていうのは、やっぱこう、あれこれこの曲をメロディーをいろいろこういじってみて、愛着湧くようにしてるっていう風に僕は感じてますが、という形ですね。この3段のこの形、この今どこにいて、どこの練習をしてるのかちゃんと理解して、で、うまくできたら今度1段目だけやってみる。次2段目だけやってみる。3段目だけやってみる。これトリッキーなやつね。これとかビリーズバウンスとか、オープリバーブとか、この辺の曲ってみんなこうやって練習僕はしましたね。なので、まあピアノで弾いてもいいし、ドラムで、明日はドラムで練習をしますけど、ドラムで叩いてみるとどういう風になるかみたいな。で、そうするとここの部分のこのシンコペーションとか、ここの部分はこれで覚えるみたいな。で、それを繋げてみるとみたいな形になると思います。というわけで練習していただければいけかなと思いますが、まあめんどくさい作業をどれだけできるかが勝負だと思います。めんどくさい作業ができて演奏してると、やっぱりこう、ものすごいこう、やっぱ自信にもなると思うんで、この曲をどんだけ知ってるかみたいなね、ここってこうなってんだよみたいなね、そういったところでやっぱりこう、勝負していくといいと思います。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。